近代戦における大砲兵戦とは、対峙している砲兵部隊同士がそれぞれ殲滅を狙って直接砲撃し合う戦闘のことを指し、どちらかが壊滅あるいは解消するまで撃ち合う戦闘だよね。しかしながら、このウクライナ侵略戦争におけるウクライナ軍砲兵部隊の戦い方はこれまでとは違うとして、ウクライナ軍砲兵部隊のベテラン将校が榴弾砲同士が撃ち合う砲撃戦は過去のものになったと語っていることが伝えられているぜ。今回はウクライナ侵略戦争における大砲兵戦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、このウクライナ軍将校が語るところによると、大砲兵戦の戦い方を変えたのは、ドローンと精密誘導弾、そして大砲兵レーダーの存在であるというんだ。この侵略戦争でこれまでに最も脚光を浴びた兵器といえば、なんといっても無人航空機 AUV ドローンだろうね。開戦当初に話題となったドローンは、トルコ製の偵察監視攻撃のいずれの任務もこなせる大型ドローン、バイラクタル TB2 で、特に侵略開始当初の2022年3月にウクライナの首都キーウを目指して侵入してきた。ロシア軍部隊の車列に攻撃を加えるなどして、首都防衛の盾役者として称賛する歌などが作られるなどしていたな。また2022年4月にはウクライナに対してアメリカから、自爆攻撃型ドローンスイッチブレードが100機供与され、ロシア軍の兵員や戦車などを攻撃する動画などが出回ったぜ。ウクライナ軍ではスイッチブレードは、ウクライナ軍の特殊部隊を中心に実戦で使用されているとしており、供与したアメリカ軍がウクライナ軍兵士を訓練した上で、ロシア軍への攻撃に運用され戦果を上げていることが明らかになっているよ。ウクライナ軍では国外からウクライナを支えてくれるパートナーの支援によって、ウクライナ軍兵士への訓練が試され前線で良い戦果を上げていることが証明されたと伝えているんだ。このアメリカが供与したスイッチブレードは、エアロバイロンメント社によって開発された、自爆攻撃型無人航空機徘徊型兵器で、アメリカ陸軍が開発を進めてきた。殺傷性小型飛翔弾薬システムリーガルミニアチャーエアリアルミサイルシステムとして開発されたドローンで、アメリカ軍の他にイギリス軍が運用していたもので、今回供与されたウクライナ軍がそれに加わったってわけ。攻撃用としては3つのタイプがあり、人員や飛走行車両などソフトターゲットを標的とする小型のスイッチブレード300、戦車など装甲車両を標的とするスイッチブレード600があり、その他に偵察監視用の非武装のブラックウィングもあるぜ。これらの攻撃型ドローンがロシア軍砲兵部隊を攻撃することももちろんあるが、ウクライナでの大砲兵戦において、ドローンがこれまでの戦いを変えたのは、敵砲兵部隊が展開している地点の探索と、そこに攻撃を加えた際の弾着の確認を確実に実行できるようになったことだろうな。これまでの大砲兵戦においては、偵察や弾着確認は敵陣深く潜入した偵察部隊やヘリコプターなどの航空機からの、目視によって行われていたものが、偵察用ドローンを飛行させることで安全に実施できるようになったよね。ウクライナでは侵略戦争以前から UAV が急速に普及していたとされ、それらの技術が軍事用に転用されているよ。戦場でドローンを使用することにより、指揮官は敵軍の配置と動きに関する情報を素早くかつ正確に収集でき、射撃位置や砲撃目標を調整することができ、さらに、ウクライナ軍はこれらのデータを精密誘導砲弾や、ロケット弾などへインプットすることで砲撃の精度向上を図っており、軍は核攻撃の効果を最大化しつつ、周辺の一般住民への巻き添え被害を最小限に抑えることができ、さらに、ドローンを使用することで、砲兵部隊指揮官は自部隊による攻撃の効果を素早く評価することが可能となり、それに応じて戦術を調整して砲撃の効果を最大化し、目標を確実に破壊殲滅することができるんだ。また、ドローンの使用によって大砲兵戦における死傷者発生リスクを大幅に減らすことができるというぜ。無人のドローンを、偵察やターゲットの捕捉監視などの敵地への潜入が伴う危険なタスクにおいて、兵士の代わりに使用することにより、ウクライナ軍は大砲兵戦での死傷者発生リスクを大幅に減らすことができているな。
もちろんロシア軍の砲兵部隊も偵察ドローンを活用しているが、ドローン技術がより発達しているウクライナ軍は、ドローンの運用に人工知能 AI テクノロジーを活用することでロシア軍とは大きな差があるぜ。AI 対応ドローンは、戦場における現在のターゲットだけでなく潜在的なターゲットも炙り出し、これらのターゲットが配置されている状況を識別することができ、さらに読み取った地形データを分析することで、敵軍の部隊配置がもたらすリスクをより正確に分析して評価し、自軍砲兵の配置などについてフルタイムにより正確な決定を下すことができるからね。また、ウクライナがアメリカから供与されているアメリカ製の 155mm 榴弾砲用の GPS 精密誘導砲弾である。M982 エクスカリバーや高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの多連装ロケット砲システム MLRS から発射可能な GPS 精密誘導ロケット弾 GMLRS の M30、M31 などの存在も対砲兵線を変えたとしてウクライナ軍砲兵部隊将校は指摘したよ。ロシア軍にも独自開発の誘導弾が存在しているとしながらも、その精度はアメリカ製の誘導弾と比べれば、大きく劣っているとされているだけでなく、それらの保有弾数も少ないと見られウクライナ軍と同様には活用できていないとも指摘したな。ロシア軍の砲兵部隊にはこれらの精密誘導砲弾によって確実に砲撃が加えられ、さらにアメリカ製の誘導弾が長射程であることから、ロシア軍砲兵部隊に砲弾を供給する後方の弾薬庫などの、兵站施設にも砲撃を加えることで砲弾の補給がままならない状況に陥れているため、ロシア軍からの砲撃が明らかにヘリ戦力の弱体化に成功しているとされているんだ。一方、ロシア軍にはこうした砲撃が可能な砲弾やロケット弾がなく、対砲兵戦においてロシア軍砲兵が、命を守るには幸運を祈るしかないこととは対照的に、ウクライナ軍砲兵部隊は被害を最小限に抑えて有効な砲撃を加えることができているというぜ。また、ウクライナ軍砲兵部隊がロシア軍砲兵部隊に対して優位に立てる要素として、イギリスとフランスから供与された長距離巡航ミサイル SCALPEG ストームシャドウの存在も大きいらしい。SCALPEG ストームシャドウはスホイ 24M 爆撃機などに搭載され、250km 以上を巡航して GPS 誘導などによって、正確に目標を攻撃する空中発射型の対地ミサイルで、これによって GMLRS では攻撃が難しい場所にある、ロシア軍の兵器庫弾薬庫などを攻撃して戦果を上げているとされているよ。また、ウクライナ軍が対砲兵線を有利に展開している要素として対砲兵レーダーがあるんだ。アメリカは2014年のロシアによるクリミア侵攻の後からウクライナに対する軍事支援を行っており、いくつかの最新鋭兵器を提供していて、その中の一つに ANTP936 対砲兵レーダーがあるね。クリミア侵攻の翌年2015年に ANTP936 対砲兵レーダー2機をウクライナに提供していたほか、侵略開始後の軍事支援として2022年3月10機を供与し、オランダからも5機がウクライナに送られていたんだ。この対砲兵レーダーとは索敵範囲内に侵入する砲弾やロケット弾を検知し、それが発射された砲撃起点を検出し、敵砲兵部隊の位置を迅速かつ自動的に探知して速やかに反撃することを可能にするもので、このレーダーによってウクライナ軍砲兵部隊の損害に対しロシア軍砲兵部隊の損害は3倍以上に上っているぜ。ロシア軍も対砲兵レーダーを運用しているものの、最前線での対砲兵レーダーの不足を訴えていたロシア軍、第58連合軍のイワン・ポポフ少将が解任されるなど、その絶対数が少ないと見られているな。このようにウクライナの戦線で現在展開されている対砲兵戦においてはウクライナ軍が優勢となっていて、反転攻勢作戦の進捗に大きく貢献しているとされているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年2月24日にロシア軍が3方向からウクライナに侵入して始まった侵略戦争は、1年5ヶ月を過ぎ、国際社会が予想をしていなかった長期戦となっているよね。ロシアとウクライナの国力、人口、
保有戦力の大きな開きから、ロシアが短期間でウクライナを屈服させるとの見方が大勢を占めていた中で、侵略開始直後には首都キーウや北東部の第二の都市ハルキウ、南部においてはウクライナ最大の港湾都市オデーサに迫ったロシア軍であったが、ウクライナ軍の戦力を舐め切っていたロシア軍は多くの作戦上の保護を犯したな。そうだね。さて今回はロシアがトルコに見限られた件についてと、ウクライナのクリミア半島奪還に伴うプーチンの失脚について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシアの油断によって戦力を保持することができたウクライナ軍の反撃にあって、近郊まで迫ったキーウから撤退することになったばかりか、南部ではヘルソン州のドニプロ川以東まで押し戻され、北東部ではハルキウ州を奪還されたってわけ。しかし、ウクライナを簡単に攻略できるとして侵略戦争を始めたロシアのプーチン大統領の最大の誤算は、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO を中心とする西側諸国がウクライナ支援において強い結束を見せたことだろうな。おそらくプーチン大統領は、これまでのドイツやフランスなど NATO 主要国との関係や、ロシアがヨーロッパへの天然ガス供給を握っていることなどから、アメリカのバイデン大統領がウクライナ支援を呼びかけても NATO は様子見をすると見越していたのではないかと見られているぜ。また、ポーランドやバルト三国エストニア、ラトビア、リトアニアをはじめとする、旧ソ連あるいは旧ワルシャワ条約機構に加盟していた国々の反発と、徹底したウクライナ支援もまたプーチン大統領には想定外であったかもしれないとの見方もあるな。ロシアを支援する国も少なくないんだけど、その多くはロシアに心情的に寄り添っているわけではなく、アメリカを敵対視している中国、イラン、北朝鮮などは敵の敵は味方との論理でロシアの言い分を支持しているように見え、これまでのところイランが自爆攻撃型ドローン車ヘド136を大量に売却したくらいで、西側諸国がウクライナに対して実施しているような無償の軍事支援は実施していないと見られているんだ。またロシアとつながりが強いとされているアフリカ諸国も好意的ではあるものの、あからさまに支援している国はほとんどないね。ロシアも含まれる、2000年代以降に著しい経済発展を遂げた4カ国 BRICS はこれまでに、西側の G7 に対抗するためにサミットを開くなどして友好関係にあり、中国のほかブラジルや南アフリカはこれまでロシア寄りの発言が目立ち、インドはロシアから兵器を購入するなど軍事的結びつきが強いんだけど、それでも表立ってロシアを支援しようとはしていないみたい。その中で、NATO の一員でありながらロシアとの関係も保ちつつうまく立ち回ってきたのがトルコだな。トルコは人口の 99% がイスラム教を信仰していると言われているが、他のイスラム教国 A とは違い国民は宗教的な制約をほとんど受けていないとされ、外交面においては NATO に早々と1952年に加盟国となっており、その中にありながら非欧米軍事同盟である上海協力機構の対話パートナーとして中国やロシアとの軍事協力も行うなど独自の外交を展開するなどしており、西側一辺倒の外交路線ではなくアメリカとロシアの間をしたたかに動いているぜ。トルコで約20年の間独裁政権と言われるほどの強権政治を行ってきたレジェップ・エルドアン大統領は、ロシアのプーチン大統領から私の友人と呼ばれるほど近い関係を構築していて、プーチン大統領はロシア軍最新の地対空防空ミサイルシステム S-400 の輸出を許可したほか、今年の5月28日に行われた大統領選挙の決選投票でもエルドラン大統領を支援し、そのために深刻な経済危機に陥っているトルコに石油や天然ガスなどのエネルギーや食料を提供し、選挙直前にはエルドアン大統領の求めに応じ、トルコとシリアの外相会談の仲介をするなど、エルドラン大統領の取り込みに必死になっていたんだ。そしてエルドアン大統領は大統領選挙の決選投票で勝利し、すでに丸20年も続く強権体制を、さらに揺るぎないものとしたのであるが、その直後にそれまで NATO の一員でありながらロシア寄りであった外交姿勢を、手のひらを返すような言動を見せ始めたってわけ。選挙の余韻がまだ残る7月8日、ロシアが侵略戦争の停戦時までトルコに在留させることを条件として預けていた。
ウクライナのアゾフ大隊の捕虜5人をウクライナに帰還させたよ。アゾフ大隊はロシア軍が侵攻を強めていた昨年、ドネツク州の港湾湾都市マリウポリのアゾフスタリ製鉄所のシェルターに立てこもり、徹底抗戦によってロシア軍を釘付けにしてウクライナ軍が体制を立て直す時間を稼いだことをウクライナで称賛されているんだ。この期間の際にはウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領が5人を英雄として直々に出迎え、ウクライナ軍はそのことでが全活気づいて士気が大いに上がったとされ、その翌日、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相が、トルコのエルドアン大統領に電話をして猛烈な抗議を実施したと伝えられているよ。さらにその抗議電話の2日後の7月11日、エルドアン大統領はバルト三国の一つリトアニアの首都ビリュニスで開かれた NATO 首脳会議に出席し、アメリカのジョー・バイデン大統領との会談を実施したぜ。その席でエルドアン大統領は、ロシアから S-400 を購入することを認めないとして、アメリカが売却を棚上げしていた戦闘機 F-16 ファイティングファルコンの売却を承認されたことを発表し、その代わりとして、それまでイスラム教の聖典コーランを燃やすデモが発生したとして、イスラム教への冒涜行為が行われているとして認めていなかったスウェーデンの NATO 加盟申請を承認することを明らかにしたな。スウェーデンは、トルコのクルド人虐待を抗議していたことで関係性が悪かったこともあって、NATO への加盟が危ぶまれていたのであるが、アメリカがトルコに F-16 売却を認める見返りとなったね。これらのエルドアン大統領の行動は気を見て敏なるもので、ウクライナ侵略戦争の行く末についてロシアとプーチン大統領に分が悪いとの判断が働いたものとみられているよ。このトルコのロシア離れはロシア側も敏感に反応していて、エルドアン大統領と国連が仲立ちとなってウクライナとロシアとの間で合意が結ばれていた。ウクライナ産の穀物輸出合意の更新をロシアが行わないと通告したんだけど、この通告に関して国連は懸念を示したものの、トルコからは特に声明などの発表はなく、7月18日に合意は時効となったみたい。トルコがこれまでの方針を転換して西側諸国の一員になってロシアと一線を画すことになったことで、ロシアへの影響力は低下し、プーチン大統領とエルドアン大統領の会談も実施されているが、再び穀物輸送合意に至る可能性が低いとされ、会談は形ばかりのものになると見られているね。このところ、クリミア半島周辺でのウクライナ側の動きがよく伝えられるようになっており、クリミア半島の東にあるケルチ海峡に架けられているクリミア大橋や、同半島北部とヘルソン州をつなぐ橋梁への攻撃が相次いでおり、クリミア半島にあるロシア海軍黒海艦隊の基地があるセバストポリや、半島内各地の兵器庫弾薬庫燃料庫などの後方兵站施設に対し、ウクライナ軍とみられる攻撃や地元住民のパルチザン活動による破壊もまた頻繁に実施されているな。現在ウクライナ軍が進めているザポリージャ州での反転攻勢作戦は、ロシア軍が築いた防御陣地や地雷原などによって進捗が阻まれているとされているが、その目標はアゾフ海まで到達することで、ロシア本土やロシア軍が支配している東部ドンバス地方とクリミア半島の補給路を遮断することとされ、クリミア半島奪還に向けての道筋であると見られているぜ。ウクライナとアメリカは、ロシア国内でトルコにも裏切られたプーチン大統領への不満がクリミア半島奪還によってさらに高まり、失脚することを狙っているのではないかとの見方が広がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年9月17日、ウクライナ軍のオレクサンドル・シルスキー陸軍司令官は、昨年から激戦が続いている、東部ドンバス地方ドネツク州のバフムート近郊において、バフムートの南にある集落の一つで要衝のクリシェイフカをウクライナ軍が奪還したことを明らかにしたよ。さらに同日、クリシェイフカ奪還作戦に投入されていた第80空中強襲旅団が、第5強襲旅団や国家警察のユート旅団などと共にクリシェイフカの奪還に成功して解放したと発表し、このことを受けたウクライナのゼレンスキー大統領は同日のビデオ演説にて、バフムート地域で領土を徐々に取り戻しつつある戦士たちを評価したいと述べ、
クリシェイフカを奪還したウクライナ軍第80空中強襲旅団、第5強襲旅団、リュート旅団の兵士の戦果を称えたな。さて今回はウクライナ軍がバフムートを包囲する可能性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍東部戦線司令部の報道官もクリシェイフカ解放を確認したとして、17日にクリシェイフカは正式に占領者から解放され、解放された地域の安定化とロシア軍が埋めた地雷の除去が進められている、とした上で、我々は多くのロシア兵と装備に損害を与え、深刻な敗北をロシア軍に与えたが、クリシェイフカを確保したことでバフムートに駐留しているロシア軍の側面を露出させることに成功し、バフムートへの南側からの兵站ルートである幹線道路 T51 を掌握することが可能な地点まで進出したと述べているよ。クリシェイフカ近郊にはバフムートを見下ろせる重要な要衝である高地があり、ここからウクライナ軍がバフムートに対して、精密な砲撃を実施することが可能となるため、ウクライナ軍がバフムートを奪還する可能性が高まったことが指摘されているが、クリシェイフカから後退したロシア軍はこの地域の予備戦力を総動員して集落の西側を通る鉄道路線と、そのさらに西側を南北に通る幹線道路 T513 に防衛ラインを確立しようとしていると見られているんだ。東部戦線ではクリシェイフカのさらに南にあるアンドリーフカも15日にウクライナ軍が奪還したことを公表していて、バフムートからアンドリーフカまでの約 10km の地域を、ウクライナ軍が掌握したことになり、バフムート奪還の足がかりになると見られているよ。なお、ウクライナ軍は18日には、クリシェイフカの周辺でロシア軍との戦闘を継続中として SNS 上に投稿していて、奪還を宣言したもののクリシェイフカ付近での戦闘はまだ続いているとしたほか、ここ最近ロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられていたハルキウ州クピャンスク及びドネツク州リマン方面の戦闘が、小康状態になっていることも明らかにしていて、クピャンスクリマン方面には第25軍の再配置が進められているものの、戦闘は散発的で発展していないため、当該地域の状況は小康状態を保っていると述べていて、クピャンスクリマン方面の戦闘は散発的な砲撃戦に終始していると見られているな。これらの東部戦線でのロシア軍の低迷については、この方面における強力な後方予備戦力として、最前線の部隊にとって精神的な支柱であった、第76新鋭空挺師団を、南部戦線に移動させたことが大きいとする声が上がっているぜ。第76新鋭空挺師団はそれまでルハンシク州西部のクレミンナ付近で部隊の再編を行っていたと見られているんだけど、ロシア北西部にあるプスコフ州の州都プスコフ区に本拠を構える同師団は、ロシア軍がウクライナへの侵略を開始した。2022年2月24日以前から、ロシア軍地上部隊の中でも盛況とされている、空挺軍においても特に精鋭部隊であるとみなされていたね。この侵略戦争のほとんどの期間において最前線に配置され、侵略戦争初期の数週間はウクライナの首都、キーウ攻略を目指す軍団配属となってキーウ周辺での戦闘に参加しており、2022年春にはブチャでの市民虐殺に関与したことなどが伝えられているんだ。キーウ攻略戦においてロシア軍はキーウ近郊に迫ったもののウクライナ軍の抵抗によって占領を諦めたことで、第76新鋭空挺師団はウクライナ中北部から撤退して東部ドンバス地方の戦線に投入され、2022年8月にはウクライナ軍による南部戦線において反転攻勢作戦が開始されるとの陽動作戦にロシア軍司令部が欺かれたために、南部ヘルソン州のドニプロ川西岸地域防衛のために移動するなどして、ウクライナ各地を転戦していたぜ。ヘルソン州においては陽動作戦であったものの、結果としてウクライナ軍が州都ヘルソン市を含む、ドニプロ川西岸地域を奪還解放したんだけど、その際ただ退却するだけだった他のロシア正規軍部隊とは違い、第76新鋭空挺師団はウクライナ軍に大きな損害を与えたとされ、その戦いぶりからも精鋭との評価が与えられていたんだ。そして、今年の1月には、ロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられているウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州西部の、
クレミンナ方面に配置されていたのが確認されて、あとは、6月にドネツク州のバフムートから撤退するロシアの民間軍事会社、ワグネルの戦闘部隊と交代部隊としてバフムートに配置されるなどしており、その間の戦闘によってかなり疲弊していたと見られていたのであるが、その後はルハンシク州の後方に配置されていたことが明らかになって、西側のシンクタンクなどでは戦力の回復を図っていると見られていたな。この第76新鋭空挺師団が抜かれたことで東部戦線のロシア軍が弱体化しただけでなく、配備されたにもかかわらず南部ザポリージャ州の戦線でもウクライナ軍の攻勢を止められていないぜ。ザポリージャ州では交通の要衝トクマクを中心に、ロシア軍が塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車障害物を用いた、防衛ラインを30に構築していたが、その第一防衛ラインを突破されたことで慌てたロシア軍が第76新鋭空挺師団を、この地域に移動させて配備したものの、9月15日から18日にかけてはウクライナ軍が、南のトクマク方面に進撃している部隊が第2防衛に到達し、奪還したロボティネの西にあるコパニと、東にあるベルベイブの3方向に向けて前進していることが、インターネットや SNS などで公開されている動画や画像によって明らかにされたよ。特に東のベルベイブにウクライナ軍が到達していることが事実であれば、第2防衛ラインがすでに突破されていることになり、ロシア軍にとっては看過できない戦況に陥っているとされ、トクマク周辺のロシア軍が防衛体制を強化していて、対戦車用の障害物や新たな塹壕を設置していることをイギリス国防省が17日に戦況分析として報告しているんだ。ロシア軍にとっては最精鋭とされる部隊を抜いた東部戦線においても、またその部隊を投入した南部戦線においても、いずれも劣勢に立たされる展開となったため、まさに二頭追う者は一頭も得ずとのことわざ通りとなっている状況だね。その一方で、ロシア国防省は17日、ウクライナ軍による巡航ミサイルやドローンによる攻撃が続いているクリミア半島において、ドローン攻撃があったが防空システムによって全機撃墜し、ウクライナ軍の攻撃の試みは失敗に終わったとしているが、ウクライナ側からの反応は特に見られていないぜ。クリミア半島への攻撃関連のニュースとして、18日にオランダで動画や画像をもとに兵器の被害をカウントして公表している。オリークスが XQ ツイッターに、先週セバストポリ軍港のドックに入居していて空対地巡航ミサイル、ストームシャドウによる攻撃を受けた海キロ級通常動力潜水艦ロストフナドヌーの画像を公開したな。そのロシア海軍関係者が撮影したとみられる画像では、左舷の艦腹と後部に大穴が開けられ煙を吐いている。ロストフナドヌーが映っているけど、その損傷を見る限りでは廃棄処分になるのではないかとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年2月24日にロシア軍が3方向からウクライナに侵入して始まった侵略戦争は、1年5ヶ月を過ぎ、国際社会が予想をしていなかった長期戦となっているよね。ロシアとウクライナの国力、人口、保有戦力の大きな開きから、ロシアが短期間でウクライナを屈服させるとの見方が大勢を占めていた中で、侵略開始直後には首都キーウや北東部の第二の都市ハルキウ、南部においてはウクライナ最大の港湾都市オデーサに迫ったロシア軍であったが、ウクライナ軍の戦力を舐め切っていたロシア軍は多くの作戦上の保護を犯したな。そうだね。さて今回はロシアがトルコに見限られた件についてと、ウクライナのクリミア半島奪還に伴うプーチンの失脚について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシアの油断によって戦力を保持することができたウクライナ軍の反撃にあって、近郊まで迫ったキーウから撤退することになったばかりか、南部ではヘルソン州のドニプロ川伊東まで押し戻され、北東部ではハルキウ州を奪還されたってわけ。しかし、ウクライナを簡単に攻略できるとして侵略戦争を始めたロシアのプーチン大統領の最大の誤算は、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO を中心とする西側諸国がウクライナ支援において強い結束を見せたことだろうな。おそらくプーチン大統領は、
これまでのドイツやフランスなど NATO 主要国との関係や、ロシアがヨーロッパへの天然ガス供給を握っていることなどから、アメリカのバイデン大統領がウクライナ支援を呼びかけても NATO は様子見をすると見越していたのではないかと見られているぜ。また、ポーランドやバルト三国エストニア、ラトビア、リトアニアをはじめとする、旧ソ連あるいは旧ワルシャワ条約機構に加盟していた国々の反発と、徹底したウクライナ支援もまたプーチン大統領には想定外であったかもしれないとの見方もあるな。ロシアを支援する国も少なくないんだけど、その多くはロシアに心情的に寄り添っているわけではなく、アメリカを敵対視している中国、イラン、北朝鮮などは敵の敵は味方との論理でロシアの言い分を支持しているように見え、これまでのところイランが自爆攻撃型ドローン車ヘド136を大量に売却したくらいで、西側諸国がウクライナに対して実施しているような無償の軍事支援は実施していないと見られているんだ。またロシアとつながりが強いとされているアフリカ諸国も好意的ではあるものの、あからさまに支援している国はほとんどないね。ロシアも含まれる、2000年代以降に著しい経済発展を遂げた4カ国 BRICS はこれまでに、西側の G7 に対抗するためにサミットを開くなどして友好関係にあり、中国のほかブラジルや南アフリカはこれまでロシア寄りの発言が目立ち、インドはロシアから兵器を購入するなど軍事的結びつきが強いんだけど、それでも表立ってロシアを支援しようとはしていないみたい。その中で、NATO の一員でありながらロシアとの関係も保ちつつうまく立ち回ってきたのがトルコだな。トルコは人口の 99% がイスラム教を信仰していると言われているが、他のイスラム教国 A とは違い国民は宗教的な制約をほとんど受けていないとされ、外交面においては NATO に早々と1952年に加盟国となっており、その中にありながら非欧米軍事同盟である上海協力機構の対話パートナーとして中国やロシアとの軍事協力も行うなど独自の外交を展開するなどしており、西側一辺倒の外交路線ではなくアメリカとロシアの間をしたたかに動いているぜ。トルコで約20年の間独裁政権と言われるほどの強権政治を行ってきたレジェップ・エルドアン大統領は、ロシアのプーチン大統領から私の友人と呼ばれるほど近い関係を構築していて、プーチン大統領はロシア軍最新の地対空防空ミサイルシステム S-400 の輸出を許可したほか、今年の5月28日に行われた大統領選挙の決選投票でもエルドアン大統領を支援し、そのために深刻な経済危機に陥っているトルコに石油や天然ガスなどのエネルギーや食料を提供し、選挙直前にはエルドアン大統領の求めに応じ、トルコとシリアの外相会談の仲介をするなど、エルドアン大統領の取り込みに必死になっていたんだ。そしてエルドアン大統領は大統領選挙の決選投票で勝利し、すでに丸20年も続く強権体制を、さらに揺るぎないものとしたのであるが、その直後にそれまで NATO の一員でありながらロシア寄りであった外交姿勢を、手のひらを返すような言動を見せ始めたってわけ。選挙の余韻がまだ残る7月8日、ロシアが侵略戦争の停戦時までトルコに在留させることを条件として預けていた。ウクライナのアゾフ大隊の捕虜5人をウクライナに帰還させたよ。アゾフ大隊はロシア軍が侵攻を強めていた昨年、ドネツク州の港湾湾都市マリウポリのアゾフスタリ製鉄所のシェルターに立てこもり、徹底抗戦によってロシア軍を釘付けにしてウクライナ軍が体制を立て直す時間を稼いだことをウクライナで称賛されているんだ。この期間の際にはウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領が5人を英雄として直々に出迎え、ウクライナ軍はそのことで俄然活気づいて士気が大いに上がったとされ、その翌日、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相が、トルコのエルドアン大統領に電話をして猛烈な抗議を実施したと伝えられているよ。さらにその抗議電話の2日後の7月11日、エルドアン大統領はバルト三国の一つリトアニアの首都ビリュニスで開かれた NATO 首脳会議に出席し、アメリカのジョー・バイデン大統領との会談を実施したぜ。その席でエルドアン大統領は、ロシアから S-400 を購入することを認めないとして、アメリカが売却を棚上げしていた戦闘機 F-16 ファイティングファルコンの売却を承認されたことを発表し、その代わりとして、
それまでイスラム教の聖典コーランを燃やすデモが発生したとして、イスラム教への冒涜行為が行われているとして認めていなかったスウェーデンの NATO 加盟申請を承認することを明らかにしたな。スウェーデンは、トルコのクルド人虐待を抗議していたことで関係性が悪かったこともあって、NATO への加盟が危ぶまれていたのであるが、アメリカがトルコに F-16 売却を認める見返りとなったね。これらのエルドアン大統領の行動は気を見て敏なるもので、ウクライナ侵略戦争の行く末についてロシアとプーチン大統領に分が悪いとの判断が働いたものと見られているよ。このトルコのロシア離れはロシア側も敏感に反応していて、エルドアン大統領と国連が仲立ちとなってウクライナとロシアとの間で合意が結ばれていた。ウクライナ産の穀物輸出合意の更新をロシアが行わないと通告したんだけど、この通告に関して国連は懸念を示したものの、トルコからは特に声明などの発表はなく、7月18日に合意は時効となったみたい。トルコがこれまでの方針を転換して西側諸国の一員になってロシアと一線を画すことになったことで、ロシアへの影響力は低下し、プーチン大統領とエルドアン大統領の会談も実施されているが、再び穀物輸送合意に至る可能性が低いとされ、会談は形ばかりのものになると見られているね。このところ、クリミア半島周辺でのウクライナ側の動きがよく伝えられるようになっており、クリミア半島の東にあるケルチ海峡に架けられているクリミア大橋や、同半島北部とヘルソン州をつなぐ橋梁への攻撃が相次いでおり、クリミア半島にあるロシア海軍黒海艦隊の基地があるセバストポリや、半島内各地の兵器庫弾薬庫燃料庫などの後方兵站施設に対し、ウクライナ軍とみられる攻撃や地元住民のパルチザン活動による破壊もまた頻繁に実施されているな。現在ウクライナ軍が進めているザポリージャ州での反転攻勢作戦は、ロシア軍が築いた防御陣地や地雷原などによって進捗が阻まれているとされているが、その目標はアゾフ海まで到達することで、ロシア本土やロシア軍が支配している東部ドンバス地方とクリミア半島の補給路を遮断することとされ、クリミア半島奪還に向けての道筋であると見られているぜ。ウクライナとアメリカは、ロシア国内でトルコにも裏切られたプーチン大統領への不満がクリミア半島奪還によってさらに高まり、失脚することを狙っているのではないかとの見方が広がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年9月15日、ウクライナ軍参謀本部が、ウクライナ東部ドネツク州で昨年から激戦が続いているバフムート近郊において、南 20km ほどのところにあるアンドリーフカを奪還したと発表したほか、さらにバフムートに近いクリシチューカにおいても成功を収めていることも明らかにしたよ。また、その前日の14日にはウクライナのマヤル国防次官がテレグラムに、アンドリーフカは我々のものとなったと投稿していたのであるが、この投稿について同日、当地で戦闘を実施しているウクライナ軍第3突撃旅団からはアンドリーフカではまだ激しい戦闘が続いていて、確保したとする声明は時期尚早であるとする発表があり情報が錯綜していたな。さて今回はウクライナ軍がアンドリーフカを奪還した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この第3突撃旅団の主張に対して、マヤル国防次官は自分がウクライナ軍との間で調整や合意を怠って勝手に発表することはありえないとして、反論を再びテレグラムにアップするなどのやり取りがあった後、15日になってウクライナ軍参謀本部がアンドリーフカの奪還を発表し、ウクライナのメディアもそれを受けてアンドリーフカ奪還を報じているよ。その後、第3突撃旅団側からもアンドリーフカを奪還して解放したとする発表があり、アンドリーフカを守っていたロシア正規軍の第72旅団は、200人以上の戦死者と300人以上の負傷者を出して壊滅し、戦車などの装備のほとんどが我々の攻撃によって破壊されたとした上で、アンドリーフカの確保によって、我が軍はバフムートを右翼南側から攻撃を加えることが可能となり、奪還作戦を成功させるための重要な鍵が得られたとして、Z
前進が伝えられている南部戦線だけでなく東部戦線においても激戦が続いていたバフムートの奪還に向けて前進していることを強調したんだ。その一方で、南ドネツクのモクリアクリー川沿いにスタロムリニフカを目指している、海軍歩兵旅団の進軍に関する情報はないものの、その東側にあるノボマイオルスキー周辺で、ロシア側の軍事ブログなどによると、ウクライナ軍がシャイタンカ川を溶かしてノボマイオルスキーの市街地に入ったとの情報があり、インターネットや SNS に公開されている動画や画像などからも、ノボマイオルスキーで戦闘が発生していることが明らかにされているほか、スタロムリニフカの東にあるプリユトネ方面ではロシア軍が反撃を実施していると伝えられ、憎むほどウクライナ軍を押し戻したとしているが、今のところこのロシア軍の反撃を裏付ける証拠となる動画や画像は公表されていないぜ。またドネツク州では、州都ドネツク市の北にあるアウディーウカにおいてもウクライナ軍が攻勢に出ているが、アウディーウカとドネツクの間にあるオプトネ集落にウクライナ軍が入ったことが伝えられていたが、その後ロシア側からオプトネの集落内をロシア軍兵士が歩き回る動画などが登場しており、ウクライナ軍が集落内命に入ったとの情報が誤報かあるいは集落に接近したものの、撃退された可能性が高いと見られているな。そして6月から始まった反転攻勢の主軸と見られているザポリージャ州の戦線では、ウクライナ軍が反転攻勢の拠点としているオレホボから、現在非占領状態にある交通の要衝であるトクマクまで、ロシア軍が塹壕や遊の破と呼ばれる対戦車障害物などによって30の防衛ラインを構築しているみたい。ウクライナ軍はロシア軍の30防衛員のうち、来、その守備戦力の 60% を割いていたと見られていた第一防衛ラインを突破してロボティネを奪還した後、ノボプロコピフカからベルベイブを結ぶ第2防衛ラインに到達してノボプロコピフカに迫っていることが確認されているほか、ベルベイブ方面では一部の部隊が第2防衛ラインを突破したとする情報もあるね。ウクライナ軍はこのトクマクからさらに南のアゾフ海に近いメリトポリを奪還して、ロシア本土からヘルソン州南部及びクリミア半島への補給路を遮断することによって、ヘルソン州とクリミア半島に展開しているロシア軍部隊への補給を断ち切って孤立させる、いわば兵糧攻めを狙った作戦を主体としているとされているよ。この戦線には反転攻勢用戦力として、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO 諸国から供与された新型の戦車歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車などが配備され、ここまで訓練を重ねて育成されてきた12個の機械化旅団が投入されていて、その中の一つであるウクライナ空中機動軍第82空中強襲旅団には、イギリスから供与されたチャレンジャー24両が配備され、その訓練や後方支援体制に万全を期すために6月初頭に開始されたウクライナ軍による反転攻勢作戦に最初から参加することができず、ここまで6週間待ちに待ってようやくザポリージャ州ロボケネ奪還作戦における戦闘に投入されて、最前線にチャンレンジャー2がようやくその大きな姿を現したな。この第82空中強襲旅団にはチャレンジャー2戦車の他に、やはり NATO 諸国から供与されたドイツ製のマルダー歩兵戦闘車やアメリカ製のストライカー装輪装甲車なども配備され、兵員は2000人規模の旅団であり、ウクライナ軍においては虎の子的存在の最強機械化部隊として投入時期と場所が注目されている中で、8月中旬に第82空中強襲旅団はザポリージャ州で戦闘に投入され、その後立ちどころに戦況に大きな変化をもたらしたぜ。彼らが投入された戦線は先にも書いたように、ロシア軍占領下のザポリージャ州南部の要衝であるトクマクを経てメリトポリ奪還を目標としていて、第82空中強襲旅団はロシア軍にとって重要な防御拠点だったロボティネ集落のすぐ北に展開して、第82空中強襲旅団と同様に西側諸国から供与された戦車や歩兵戦闘車に装甲兵員輸送車を装備している。第46空中機動旅団と共に、ロボティネの奪還と解放の任務につき、わずか1週間でロボティネを占拠していたロシア軍守備部隊を駆逐して解放し、この2つの西側装備で強化された空中強襲旅団がその力を国際社会に大きく誇示したよね。この際、
第82旅団が保有するドイツ製マルダー歩兵戦闘車とアメリカ製ストライカー装甲車は、戦闘に参加している様子が撮影された動画や画像がインターネットや SNS に公開されていたことから、最前線に投入されていることが明らかとなっていたのであるが、チャレンジャー2については目撃情報や、実戦投入されていることを示す動画や画像が確認されていなかったことから、未だに温存されているのではないかとの見方が出ていたが、9月3日にようやくウクライナ国防省によって同旅団のチャレンジャー2が戦闘に参加している動画が公開されたため、すでに最前線投入されていたことが知らされていたんだ。ただこの際、配備された14両のチャレンジャー2のうちの1両がロボティネの郊外において、ロシア軍の対戦車ミサイル級 M133 コルネットによる攻撃を受けて破壊されたとされる動画が、X 級 Twitter に公開されているぜ。西側メディアの一部はイギリスの新型戦車がロシア軍に撃破されたとして、大きく報道しているものの、インターネット上などでは新型戦車いえども強力な対戦車ミサイルなどの攻撃を受ければ、無傷では済むはずがないのは当たり前だとした上で、配備されたことが判明した直後にたまたま14両中の1両が破壊されたくらいで大騒ぎするほどのことではないと、冷静に受け止める声が多いな。むしろその動画を紹介する投稿には乗員4人は全員脱出して無事だったと伝えられていることから、旧ソ連製の戦車と違いチャレンジャー2における乗員の生存率の高さが証明され、兵員の損失をできるだけ防ぎたいウクライナ軍には大きなメリットであるとされているね。ここ数日はクリミア半島への攻撃についての報道が多く、ザポリージャ戦線についての情報が皆無であるが、冬前の雨季が迫る中で、ウクライナ軍がどこまで前進できるかが注目されているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。